U55 はアポロ群に属する小惑星で地球に接近するため監視が必要な地球近傍小惑星の一つ。2005年12月28日に発見された。近星軌道の内側から火星軌道付近までの楕円軌道を1.22年かけて好転している。2011年11月8日に地球から32万 5000km のところを通過した。 ガツ軌道の内側に入る天体の中では観測史上初の直径が100メートルを超える小惑星である。2005U55 の光天軌道 2005U55 は2005年12月28日に発見された。2010年4月19日には地球から227万3000キロメートルのところを通過した。この時、 アレシボ天文台によって電波による観測が行われ、画像が撮影された。その結果、2005U55 は、ほぼ球体の形をした、直径400メートルの天体であり、20時間で自転していることがわかった。世界時2011年11月8日23時28分には、地球から32万5000キロメートルのところを通過した。これは、 ガツ軌道の内側であり、地球月間の84.5%に相当する。高度は、最接近時に11等級なので、肉眼では見ることができない。これほどまでに暗いのは、2005U55 が、C 型小惑星という、炭素を多く含んだ暗い天体だからである。100メートル以上の天体が、ガツ軌道の内側まで接近したのは、 1976年12月26日から27日に地球に最接近した直径200メートルの小惑星 2010XC15 の30万キロメートルで観測が開始されてからは史上初の出来事である。ちなみに月には世界時9日7時13分に23万9700キロメートルまで接近した。 2029年1月19日には金星から2 9 3 9 0 0トルのところまで接近する。将来的には地球、月、金星のどれかに衝突する可能性を潜在的に秘めているが、少なくとも今後200年間はどこにも衝突しないことがわかっている。ありがとうございます。